空のハーモニーポケットモンスターエメラルド実況プレイ、皆さんこんにちは、ワラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は近接ジムにね挑みまして、本当にギリギリの状態で勝つことができました。今回もマイタケのねおかげで勝つことができたと言っても過言ではない。で、今回はミツルくんがね今住んでいるしだけタウンというところに行きたいと思うんですが、まあ、その前にまずここの探索をしていきます。で育て屋さんにね浮葉とシルバーを預けていたと思うんですけど、よくよく思ってみたらちょっと勝手にレベルが上がって違う技を覚えてもらってもちょっと嫌だなと思ったので転がるとかはねせっかく覚えてくれたしメタルクロとかがあったので、代わりにクノさんを預けておきました。まあ両方女の子なので今回も女子会なんですが、久野さんのね進化面白いので、それもできれば見たいなと思って少しレベルを上げてもらうことにしました。まあメンバーは相変わらずこんな感じで今回はやっていきたいと思います。ではジム戦じゃないトレーナー戦をこなしていきます。素敵な先輩とのタッグであなたは任しちゃうから、リコちゃん。先輩後輩コンビか、リコちゃん、マコちゃん、ミホか、全然違ったなはい、じゃあ戦っていきます。お、負けっぱなしでは引き下がれない私たち、また来てくれるわよね。先輩と後輩のミホとリコを登録した。いやー、ちょっと戦ってたんですけど幕の下にやられてしまったので、うちのコタがなので回復していきたいと思います。ちょっと最近というかコタをなかなか瀕死にしがちなので本格的に安らぎの鈴を持たせようかと今迷っているところでございますまあね、未進化だからっていうのもあるかもしれないけどコタの耐久力がなかなかねちょっと神走行な感じがするので、はい、先生の爪をなんかもったいないから誰かに預けとこう。ザクロとかにしとこうかな。レベルは高いですけどザクロもそんなに素早さ高いイメージないので、よっしゃよっしゃ、これで進んでいきたいと思います。おお、トレーナーさんだったか。俺が育てているポケモンと勝負してくれないか。お、新しいブリーダーさんだ。ポケモンブリーダーのセイジ。ゴニョニョ。6体持ってそうですけど、6体持ってる分レベルはそこまで高くなさそうですね。今の私みたいな状態でしょうなので今回はコタに活躍させてあげられそうだな。わ、幕の下が早速出てきたので心に変えて、心もね急所に当ててくれるんだけどなかなか私がうまく活躍の機会をあげられてないので、いいねいいね、これぐらいレベル差があるとやっぱり楽だな。はい、レベル18。そうだね、心に電撃波を覚えてもらおうかどうか迷って結局まだ覚えてもらってません。どうしようかなと思って、でこの先また仲間にしたい育てたいポケモンが出てきた時にどうしようかなって迷っちゃうよね。なんかさ、やっぱ最初の方から旅してる子たちってそれなりにね愛着みんなにさ平等にあるわけですし、かといってなんだろう、ここら辺の世代っていうのは結構育てににくい、育てにくいわけじゃないですけどなかなかねレベルが全員のレベルを上げるのが難しくて、なんか最近のさ新しいポケモンの方とかですと結構レベルバンバン上げやすいなっていう印象があって、それこそ最新作のソード&シールドとかがなんか不思議な飴みたいな役割を、そう、あれ今何と変えるっつってた、ちょっと見てなかったからとりあえずコタに頼もう。
はい、そう、その飴みたいなので経験値の飴だったかな。のそのそれで、まあ、ポケモンの種類が増えたからっていうのもあると思うんですけどね、それこそ一体ずつ上げてレベル上げてなんだ進化とか図鑑埋めるってなると相当大変なので、だからそれこそ最初のポケモンの数がまあ少ないわけじゃないけどでそれなりの数の時はやっぱレベルを上げるのが大変だから、それこそみんな平等に育てて上げられなくて、だから厳選するの迷いますよね。なんかこの先も私好きなビジュアルのポケモンとか育てたことないポケモンいっぱい出てくるんですけど、今から迷ってますでも今いる子たちももちろん愛着湧いてるし、それこそ一番最初に捕まえたウキハちゃんとかも一緒に旅したいのでね、迷っちゃうよね。でもそのやっぱり一番最初のパートナーは私、ね、どの旅でも外したことないので、ザクロだけは外れることはないかなと思ってます。見事に育ててるね、ありがとう。うん、みんなどういう感じ。お、コタが進化、このレベルだったんだ。かっこよくなったね、コタ。おめでとう、コタロウはグラエナに進化した。グラエナ、かっこいい。あ、よし、ますます頑張って育てるぞ。君も、そしたら見に来てくれるだろ。はい、セイジさん。セイジさんっていうと、前にプレイしてた、ポケモンコロシアムの、なんだっけ、トレーナーなんちゃらのセイジさん思い出しますね知ってる方は知ってるかと思います。はい、グラエナ、噛みつきポケモン。1メートル37キロ。野生のグラエナは群れで行動する。リーダーの命令には絶対に逆らわず、一糸乱れぬチームワークで敵を倒す。狼みたいな感じですよね。私狼大好きなんですよね、動物で。狼とゴーマさんが好きなので、なんでか知らないけど昔から好きなんだよな。はい、特性が威嚇になりましたね。相手の攻撃を下げる陽気なコタです。はい、強くなりましたね。もう攻撃がめちゃめちゃ上がりました。ただ悪タイプが特攻なのでね、ちょっと攻撃の技が増えればいいですけど、物理技ね。はい、よしよしよし、コタが進化してくれたのは嬉しい。じゃあレベルを合わせるためにナルカミにしていきましょう、戦闘をね。はい、ではこの辺のトレーナーさんたちと戦った、トレーナーじゃなかった空気がうまい。あそこのピカチュウ可愛くない。あ、ピカチュウじゃなかった、ジグザグマだったジグザグマとかまっすぐマを私間違いがち。トライアスロンの練習ポケモンと一緒にしてるからさ、スピードに自信あるよ。すごい体力つきそうだよね、ポケモンと一緒にスポーツしてたら。はい、サエコさん、ドードーだって。懐かしいフォルム。ドードー育てたことないな。なんかノーマルタイプ私あんまり育てたことないかも。ノーマルと虫タイプを思い出してみると、あ、なんてこったそんなに育てた記憶がない。なるかみに頑張ってもらおうかな。ノーマルっていうか、ドードは飛行でしたっけ。飛行ノーマルだったかな。もうタイプもうろ覚えだよじゃあちょっと、あ、追い打ちか。頭いいじゃん、コタの。わー、後ろ姿も凛々しくなった、かっこいいよ。威嚇いいよねこれ。はい、じゃあ噛みつくで。あー、強いこれでもっとコタも活躍してくれることでしょう。練習が足りなかったかな。ふう、
あなたは練習してる？よかったら私が相手になるわ。はい、ここら辺のトレーナーめっちゃ登録してくれっていうな。ダブルバトルが発生しそうなので、次進化近そうなココロとナルカミでいこうかな。ほい、勝つことだけを考えて戦うわ。素敵なお花を見ながら勝負するなんて素敵よね。いいねただバトルによって荒らしてしまわないかが心配だけど。バトルガールの島さん、なんだろう、あの渋いね、名前がいい、好き。もとこさん、朝なんどうどうかね。そろそろナルカミが電気タイプの技を覚えてほしいところなんだけど、まあ朝なんから倒していこうかな。うわっ、そっか、見切りか。一旦ちょっと無駄にしちゃったな。ナルカミ残ってね、残ってね。もうこういう時に、でも静電気ありがとう。ナルカミごめんな、私が回復させてあげなかったのが悪い。じゃあスバローに頼もう。ね、もうそろそろスバローとかマイタケも進化するんじゃないかなと楽しみにしてるわけですが。いいね、強い。攻撃力があるのか、スバローは強いです。19レベル。影分身、影分身いいね。やることないときに回避が上がるのは、やっぱ気合いダメよりも影分身の方がいいかな。どっち積まれたら嫌かって言ったら影分身だもんな。はい、 OK。痛い。結構強いんだね、堂々って。あ、いいね、強い。よしよしよし、この2人はなかなか安定してダメージが出せるのでいいね。負けても悔しがったりしない、そんな暇があったら得意よ。自分に厳しい。へえ、いい感じね、あんた。ありがとうございます。じゃあちょっとナルカミを回復させてきます。昔は虫捕り少年、今は昆虫マニア。でもポケモンを愛する気持ちはずっと変わらないぜ。いいね、なんか好きだよその言葉。昆虫マニアのヨシアキ、毒ケールか。お餅お餅を思い出すな。ちょっとナルカミだと攻撃がそんなに通らなそうなので、スバローに頼んじゃいたいと思います。そういえば前回分の収録の動画の編集をしてて、なんか最初の十何分ぐらいからなぜか知らないけど動画の方の音ずれが発生し始めて、一応動画の編集の時になんか音声の方は自分の方で手動でね直してみようと努力はしてみたんですけど、多分ねちょっと違和感があったところもあったと思います。ちょっとそれは申し訳ないんですけどね、こればっかりはちょっと私の力じゃどうにもならなくて、なんか収録取り直すのもいいと思ったんですけど、やっぱ初見の反応じゃなくなるので、初見っていうかその時のね、なんだろう、感情とか展開とかにはならないので、もうこれは私が編集頑張ろうと思って頑張りましただから今回はそれなってないと嬉しいな。でポケモンの弱さも変わらないそういうこと言わない。大丈夫ですね。スバローはねすごいレベル上げしやすくて、ここの草むらで新しいポケモンを探してる時もなんか草タイプの子が、あと虫タイプの子が出てくるので、レベル上げすごいしやすかったです。エスパーポケモンに秘められた力をお見せするわ。エスパーポケモン強いからいいよね。でも個人的には電気タイプも強いと思ってるよ。弱点属性が少ないですから。
はい、ラルトスか。電磁波やっちゃうとなんかシンクロとかでやってきそうなんで、うわ、掛け分身嫌だな。その前に頑張って倒しちゃおう、鳴神。うー、積んでくるね。ラルトスの進化系好きなんですよね。だから早く見たいし、お見せしたい。よし、鳴神、ナイス。みなつちゃんだって、驚いたわ。この上、居合切り行けそうなので後で行きたいところですね。とりあえずは石だけたを行きましょうね。どう、綺麗に並んだこの花、全部私が植えたのよ。すごいね、お花畑いいな。スーパーボール行け。この辺はないかな。あ、あった、虫よけスプレー。はい、じゃあ多分この人が最後のトレーナーさんかな。ポケモンをちゃんと育ててるか私が確かめてあげますね。育て屋さんじゃなくてブリーダーさんか。イクエさん、名前からしてぴったり。よし、じゃあ倒していこうか。今回はちょっと雑談的なのが多いかな、どうかな。うん、なんかトレーナー戦をどれだけカットしようか、カットしようかとかいろいろ編集中に悩んだりしてるんですけど、あんまりにもカットしすぎちゃうとポケモンの醍醐味がなくなっちゃうかなとか思うし、ね、全部映していくとそれはそれで進みが遅くなるんで迷うとこなんですけど、せっかくなんでね、ポケモンやってる間はポケモンの、なんだろう、自分の思い出とかを皆さんと共有したり思い出話していきたいですね。ただ私がものすごくため撮りをしてるので、そのコメント反映が全然できないことだけがちょっと申し訳ないですね、本当に。なので私の思い出話を覚えてる限りね、していこうと思います。そうだな、エメラルドの思い出っていうと、なんかこの先のネタバレとかにも関わってくるのであんまり触れられないな。そうなると他のシリーズとか、ね、前の、シリーズがいいかなとも思うのですが、私がね、一番最初にやったポケモンシリーズは、多分ですよ、多分覚えてる限り、多分ゲームボーイバージョンの青版ポケットモンスター青だったかな、を確かやってた記憶があるんですよね。いつぐらいかな、幼稚園とかかな、全く覚えてないですけど、それは私上に兄弟がいるので、その兄弟たちがやってたのを借りてやってた思い出がある。多分ゼニガメを選んでやってましたね。その頃は水タイプがめちゃめちゃ好きで選んでた気がするな。どうしよう、今誰が出てくるかは分かんないけど、多分スバローが弱点だっていうのは今思い出した。キノココか、キノココね。はい、で当時の思い出はほぼほぼ残ってないですけど、一生懸命やってたな、楽しくて。うん、でその後に多分金銀のどっちか、銀ですね、銀をやって、ルギアがものすごい好きだったっていうか、私はルギアがすごい好きです。伝説のポケモンシリーズっていうとなんかチャッチくなるな。でも今までの伝説のポケモンの中で結構ルギアは上位に入るぐらい好きです。フォルムとかね、かっこいい。金銀のさ、ほうと、あ、ちょっと待って、誰出るって言ってた、わかんない、いいやのポケモンたちのキャラデザもすごい好きで、ほうとルギアは
結構上位に入るぐらい好きなポケモンですね。あとは、この世代だといるんですけど、好きな伝説、純伝説って言ってもわかんないですけど、はい、郁恵さんに勝ちましたちゃんと育ってますね。はい、ありがとう。良いトレーナーさんに会えてよかった。これからもよろしくお願いしますね。はい、ポケナビに登録しました。そう、このシリーズでももちろんいるんですけど、まあそれは今後出てきた時に言おうかなと思います。初代で好きな伝説のポケモンはフリーザーが好きでしたね。あの綺麗な感じがめちゃめちゃ好きでした。なんかあの鳴き声とかも好きだったいやー、思い出話尽きないな。ポケモン楽しい。シダケに来る理由といえばズバリバトルテントじゃろ。それとも誰か会いたい人でもいるのかね。鋭いなこのおじいさん。まあ、バトルテントとそれしかないよーって言ってんのかな、アンに。じゃあ昔話は一旦この辺にして町探索ねしていきましょう。同じ技をさ続けて何度も出すとどんどん強くなる技があるの。しかも虫タイプでかっこいいの。あ、連続斬りって言うんだけど覚えてみたい？覚えれる子いるのかな。あ、ザクロいけるんだ。ザクロ、引っかくいらないかな。連続斬りも別に使うかって言われたらちょっと怪しいから一旦保留にしておきます。はい、ありがとう、提案してくれて。気がごめんね、気が合わないね、ごめんね本当に。ポケモンを信じられないようでは一人前とは言えないね。戦うポケモンたちを最後まで信じる者だけが勝ち抜くことができるんだ。あ、すごい、心にグッときた。近接ジムシティ、近接ジム戦では本当にそれ、まさにそれって感じでしたね。さてと、遠く離れた最優の奥地にあるというポケモンリーグ、そこに集まるのは凄腕のトレーナーばかりですって。最終的に目指すのがそこですね。ポケモンリーグは四天王を4人続けて勝負するというルールらしいの。途中で負けたら1人目からやり直しだなんて厳しいのね。いや、今から緊張するな、なんかそういうこと言われると改めてそうやって言われると緊張するね。風向きの関係でこの町には火山灰が飛んでくることはない。空気の美味しいこの町で暮らせば体が丈夫でない人でもきっと元気になれるはずさ。そう、なのでみつるくんはこの町に引っ越してきたって感じですね。あ、みちるの家だって、お名前が近い。あ、みつるくんここにいるじゃん。うちの娘の恋人は随分情熱的な人でね、娘に会うためだけにひたすらトンネルを掘ってるってよ。娘も心配なのかいつもトンネルに足を運んでるよ。はい、この話どっかで聞き覚えありませんか。お、おじさん。おー、ひすいちゃん、みつるくんは隣にいるよ。しかし大したもんだね、自然に囲まれた環境がみつるくんを元気にさせている。いや、もしかするとあの子に希望を与えているのはポケモンなのかもしれないな。いいよね、なんかさ、現実でもアニマルセラピーとかあるぐらいですから大きいでしょうね、その影響。ひすいさんに負けたけどもう落ち込んでないよ、よかった。だってラルトスと一緒にあちこちのジムで腕試ししてすごいトレーナーになるって目標ができたから、いつかひすいさんよりも強くなってもう一度ポケモン勝負お願いするからね。はい、楽しみに待ってるよ。さてさて、こっちのお家は何だったかな。あ、あなたのポケモンがどれくらい懐いているか見てあげる。あら、あなたのポケモンちょっと懐いてきたって感じかな。あなたのことを信じているみたいということらしいですね。ここのお姉さんが懐き度を調べてくれるようです。はい、ちょっと気になるのでポタをポタ聞いてみようかな、大丈夫かな。あ、かなり懐いてるわね、あなたに甘えたそうにしてるわよ、よかった不甲斐ないトレーナーでごめんよ。でも嬉しい。じゃあいつも頑張ってくれてるマイタケ、
はい、かなり懐いてるわね。ありがとうみんな。じゃこれ私この夏起動を見るのすごい昔から好きで本当は全員見たいけど、はい、なんだか幸せそう。すごくあなたに懐いてるわね。嬉しい、本当に。心とスバロも見ようかなと思うんですが、ちょっとまあね、皆さん的には長いよって思うかもしれないので、とりあえずこのまま行きます。はい、じゃあ、看板、ここはしだけタウン草の匂いの風吹く高原、すごい良さそう、気持ちよさそうだねこの街。はい、しだけでしか買えないネストボール、弱いポケモンほど捕まえやすくなるの。いよいよ違う種類のボールが出てきたか。ポケモン勝負にスペシャルアップは欠かせない。戦いの時だけとはいえ技の威力が上がるんだからな。あれですね、ドーピングですね。バテルテント必勝攻略本というのは売ってないですね。やはり自分で頑張らないとダメなんですね頑張っておばあちゃん、すごいよ、そのチャレンジ精神すごいいいと思う。あ、モンスターボールがない。ネストボールは買ってもいいんですけど、1個買っとくか、1個買っといて。はい、でも捕まえるポケモンが弱いほど捕まえやすくなると、これ多分レベル差があるとかレベルが低いポケモンに対して有効なんじゃないかなと記憶しているんですが、今この辺のポケモンたちと、ね、野生の子と比べるとレベルにそれほど差があるわけではないので、ちょっと1個ぐらいにしておきます。フレンドリーショップの隣に洞窟があるだろう。中を塞いでいる岩を壊し通れるようにしようと頑張っているやつがいるらしいんだ。通れるようになるというのに、金積にも行きやすくなるからね、本当にね。僕と僕のポケモン最近すごく調子が良くてね、バトルテントデビューさせたくてこの町に来たんだ。いいですね、バトルテント。ここは見守れポケモンバトル。はい、それぞれのバトルテントで多分なんだ、バトル形式が違ってて、この前はレンタルしたポケモンで戦うだったんですけど、多分ここではまた違ったバトルが見られると思います。私のポケモンへの気持ち、それはまさにメロメロなのよ。あら、変なところ見られちゃった。まあいいわ、あなたのポケモンにこの技マシンはいかが。技マシン45、きっとメロメロでしょうね。ポケモンの私への気持ちもやっぱりメロメロに違いないわ。だって私の思う通りに戦ってくれるもの。そうしそうわーいってやつやな。どんなに強いポケモンも嫌いな技はできるだけ使いたくないみたい。はあ、例えばおとなしい性格のポケモンは相手を痛めつけたりするのは好きじゃないだろうね。きっと自分の力を発揮できない時って嫌いな技を無理に出そうとして失敗してるんだよ。はあ、すごいすごい考察だ。でもでも僕のお姉ちゃんって普段はとってもおとなしいけど、怒るとすっごーく怖いよだからおとなしいポケモンだって怒ったらきっと怖いよ。それもあるかもね、なんか溜まってた何かを爆発させるのかもしれない。君のポケモンにはどんな技を持たせているんだい。やっぱり自分を回復したり防御を上げたりする技があると有利だと思うんだよ。そう、ここのねバトルテントは多分自分のポケモンに指示出ししないでポケモン自身が考えて戦うみたいな感じだったと思います、今の話聞く限り。これはこれは、翡翠ちゃん会えると思ってたよ。バトルテントっていうのはさ、どんなルールだってどんな戦い方だって関係なく強いトレーナーと出会える場所だと思うよ。スイちゃんも目いっぱい頑張ってよ。わかりました。ただ、バトルテントはレポートを書かなきゃいけないので、とりあえず今回はやらずに、やるとしても次回パートの一番最初にやろうかなと思います。で、ちょっとやりたいことがあるので、ネムを連れていこうかなと思います。あたたたた、はい、よし。で、ネムは岩砕きを覚えられるでしょうか。覚えられるならすごくありがたい。
覚えられますね。じゃあ頼みましょう。小太郎も覚えられるんだ。ただ秘伝技はちょっとね、まだ旅のメンバーにはそこまでうん、あんまり覚えさせないかな。とりあえず様子見で、波乗りとかね、空を飛ぶあたりだったら覚えさせるんですけど、とりあえずここをジャギーンと切ってもらって、元気のかけらいいね。前回の戦闘で使っちゃったので。はい、ではそのまま続いてここの洞窟入っていきます。金積としだけを結ぶ金しだトンネル、開通工事は中止になりました。私のパパが言ってたの。このトンネルって大きな音に反応して騒ぎ出す臆病なポケモンがいっぱいなんだって。だから開発工事やめたんだけど、男の人が一人でトンネルを掘ろうとしてるんだって。はい、でこの辺は多分岩タイプとかが出てくるかなと思うので、舞茸戦闘で。はい、で116番道路、ここにちょろっと用があるので来ました。マックスアップ、さっきのね、金しだトンネルから来ております。メガネ落としたんだ、君も探すの手伝ってよ。ということで、これはなんとなく覚えてる。なんかこの辺になかったっけ。ありましたね、黒いメガネ。はい、どうぞ。そのメガネちょっと見ててよ。これは黒いメガネだね。僕が探してるのと違うな。ここには僕のメガネないのかな。今かけてるのは違うんでしょうか。あー、行っちゃった。だいたいさ、こういうのって頭の、なんだろう、おでこの上あたりにかかってたり、どっか服にかかってたりするんじゃないのかな。で、今もらったのが黒いメガネ。ポケモンに持たせると悪タイプの技の威力が上がるということなんで、これはコタンに持たせることにします。はい、まあ、安らぎの鈴はじゃあ鳴神に持たせておきましょう。ほいと、オッケー。じゃあ本題、男が山にいるから山男なのに、ポケモンが山にいても山ポケモンと言わないのはなぜだ。確かに、もう山にいるポケモン、そう呼んでたらさ、全部山ポケモンになりそうだよね、いろんな種類。はい、石つぶて、まあ舞茸に任せれば大丈夫でしょう。頼んだよ舞茸。さすが。まあでもね、石つぶては岩地面タイプで、草タイプの技が確か4倍とかかける、なんだ、舞茸のこのタイプ1とかで、なんかちょっとよくわかんないですけど、その辺の計算は。とにかくダメージがいっぱい入るんでありがたいですね。こんだけ減ると気持ちいいですね。石つぶてには悪いけど経験値いただいていきます。いいね、いいね。腕力なら心に頼みましょう。はい、オッケーオッケー。一発で削り切れる？心いける？あー、惜しい。まあ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 、いい感じでしょう。あ、これでいいかな。やっぱりね、タイプ相性がいいとそれだけバトルは楽ですね、本当に。はい、レベル19、のぼるさんに勝ちました。ポケモン力尽きた。すまんね。さて、こっちにやってまいりました。あ、PP リカバー、ありがとうございます。で、あの、見覚えがあると思います。この岩、この岩の向こうに私の彼がいるの。彼、私に会うためだけにトンネルを掘ってるわけじゃないわ。みんなのために手を傷つけながらも頑張っているの。なんて泣かせる話なんだということで、お手伝いしましょう。
ありがとうネム。なんと君がこの岩を砕いてくれたんだね。感謝の印としてこの秘伝マシンを受け取ってくれ。秘伝マシン、あ、そっか、ここで秘伝マシンなんだ。はい、そいつには怪力が入っている。力持ちのポケモンに覚えさせれば大きな岩を動かせるよ。怪力は強いイメージがあるので、旅パのポケモンにも覚えてもらうのはありだな。みちるさん、これからいつでも会えます。よかったです。さあ、私の家でゆっくり休んでください。よかったね。はい、解決。あ、はい、で、せっかくなのでもう一個もね、壊して通りやすくしておきましょう。ズガシャーン。でもありがとう。よーし、ミッションコンプリートかな、この辺は。さあ、出てまいりました。こんな感じで、まあほぼほぼ進んでないとは思うんですが、まあたまにはこんな回もいいでしょう。次回は、多分近接シティに戻って上の方に行くと思います。東西南北近接シティは多分行けるんですけど、北に向かっていきますね。多分北で合ってるはずこの世界でそういうの方位があるとすれば。はい、では、今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。